ここのの動画はは提供でお送りしますこんにちは今日はダイトロンから発売されている超低ノイズスイッチング電源をレビューしていきます低ノイズ電源というとリニアレギュレーターを使ったリニア電源が一般的かと思いますダイトロンの電源はスイッチング電源なのに低ノイズ一見するとちょっと矛盾するように聞こえます超低ノイズのスイッチング電源が一体どれくらいのポテンシャルを持っているのかというのをですね実際に波形を見ながらそして分解しながら確認していきます ちなみに今回紹介する超低ノイズスイッチング電源については概要欄に詳細リンクがあります。そちらもぜひ見てください。まずリニア電源とスイッチング電源の違いについて簡単に説明していきます。 よくある一般的な構成を書いていますこちらの変圧器は 50Hz60Hz の変圧器なので大型化しやすいですその後に全波整流回路です直流になった後は電解コンデンサーで平滑化しますさらにその後シリーズレギュレーターを使って電解コンデンサーでは取り切れなかったリプル成分をここで除去しますそしてさらに LC フィルターを入れてリプル成分をさらに除去していくそういった構成になっています 波形でいうとこの部分がまだ交流の波形そして全波整流を通った後はこのように波波形形がです、ね、整流された波形になります今回は電解コンデンサーがついているので波形はかなり平滑化されます。 いくら波形が平滑化されるといっても電解コンデンサーでは取りきらない分がありますそれはシリーズレギュレーターで除去するわけですねシリーズレギュレーターの入力部分がリプル電圧を含んだ波形出力の部分がリプル電圧がない波形ですそしてその後さらにローパースフィルターを通っていきます リニア電源のメリットですが、出力電圧が非常にクリーンです。ノイズが少ないです。一方でデメリットもあります。それは何かというと、大型で重くなってしまうことです。こちらに 50Hz、60Hz の変圧器を使うので重くなってしまいます。変圧器は基本的には周波数が高くなるほど小さくできます。あとはシリーズレギュレーターでの損失も大きいです。放熱するためのヒートシンクも大きくなります。 次にスイッチング電源についてもよくある構成を見ていきます。ここに商用電源があります。50Hz 60Hz の交流電圧ですでまず最初にそれを全波整流回路を使って直流に整流します。そしてキャパシタを使って平滑。その後、変圧器とパワー半導体の組み合わせでスイッチングをします。 このスイッチングというのがスイッチング電源の非常に重要な動作です。電力のクラスにもよりますが、数十 kHz から数百 kHz でスイッチングをすることが多いです。こちら入力側の波形と出力側の波形で時間軸が合ってないんですけども、入力側の周波数は 50Hz、60Hz、そして出力側の交流電圧の波形については数百 kHz の交流電圧波形となっています。 このように高周波のスイッチングをすることで変圧器を小さくすることができますだからスイッチング電源は小さくなるんですねこの場合出力はまだ交流なのでここにあるダイオードでもう一度直流に戻しますそして LC フィルターである程度ノイズであったり電圧リプルなんかを除去して直流になります リニア電源とスイッチング電源の違いを簡単にまとめていきます。リニア電源は交流電圧を一度直流に変換したら、その後はずっとそのままです。一方でスイッチング電源は交流電圧を一度直流電圧にして、それをまた交流に直します。そしてそれをもう一度直流に戻すといった流れです。 スイッチング電源は変換の回数は多くなるのですが同じ定格電力の場合リニア電源と比べると小型になることが多いですそれはなぜかというと交流の変圧器を高周波でで動作させているからですこのようにスイッチング電源は基本的にリニア電源より小さくできるというメリットはあります一方でデメリットもありますそれは何かというとスイッチングしていることによる電磁ノイズであったり出力電圧にスイッチングノイズが現れることですこのスイッチングノイズについては後でお見せします ただですね、スイッチングノイズを減らす手法としてソフトスイッチングという技術があります。ソフトスイッチングできる回路、今回のダイトロンの電源の場合は LLC コンバーターですけども、そういった回路を使ってさらに制御方式を工夫することでソフトスイッチングができます。そうするとノイズ自体の発生を元から抑えることができて、結果として低ノイズになります。 今回検証していくダイトロンの低ノイズ電源、今手に持っているやつですけども、こちら、スイッチング電源の小ささを維持しつつ、ソフトスイッチングすることで、ノイズ自体を発生させないようにしています。そして、さらに、リニア電源の回路を組み合わせることで、さらに低ノイズ化をしています。簡単に言うと、リニア電源とスイッチング電源のハイブリッドです。実際の回路については、動画の後半で分解して確認します。超低ノイズスイッチング電源のラインナップを見ていきます。 製品ラインナップは4種類あります。極超低ノイズスイッチング電源は 50W の1種類。そして超低ノイズスイッチング電源については50、150、300W の3種類です。出力電圧については各ラインナップ 5V から 48V まで揃えているので、一般的な産業用スイッチング電源と同じ電圧ラインナップです。 ここまでノイズと言ってきていますけどもノイズにもいろいろな種類があります雑音端子電圧なのかそれとも放射される電磁ノイズなのかそれとも出力電圧に乗る電圧リプルなのか今回は出力電圧に乗っているリプル電圧を主に見ていきます 商品ページを見てみると、出力電圧のリプル電圧は超低ノイズについては 10mV、ごく超低ノイズについては 1mV となっています。なかなか低いですね。例えば TDK が出しているリニア電源のリプル電圧は約 1mV なので、カタログ上はそれと同じくらいの性能を持っていることになります。これはダイトロンの担当者から聞いた話なんですけども、超低ノイズ電源についてはソフトスイッチングの技術を使って低ノイズにしています。 極調低ノイズについても同じようにソフトスイッチングの技術を使ってさらにリニア電源に使われる回路も組み合わせていますなのでリプル電電圧は極超低ノイズ電源の方が小さくなるわけです実際どれくらいのリプル電圧が出力電圧に乗っているのかオシロスコープを使って確認していきますこちらのセットアップを使って出力電圧に乗っているリプル電圧を測定してみます 今回負荷としては8 ω の抵抗を使いました最初電子負荷を使っていたのですが電子負荷が出しているノイズも測定してしまったのでこちらの抵抗を使うようにしています今回は比較のために一般的なスイッチング電源も用意しましたそして超低ノイズスイッチング電源とごく超低ノイズスイッチング電源も見てみます まず測定する前の前提条件として、オシロスコープ自体のノイズフロアはこのくらいあります。rms でだいたい60マイクロボルトくらいピークピークでだいたい500マイクロボルト程度です。普通のスイッチング電源からまずいきます。まず、こちらが一般的なスイッチング電源の出力電圧波形です。こういった凸凹したスイッチングリップル成分があります。そしてちょうどこの部分ですね。拡大していくと。 このようにスイッチング時のノイズがですね伝わって出力電圧にも出てきてしまっていますこの出力電圧のリプルなんですけども実行値でだいたい 6.7mV 程度ピークピークで 95mV 程度といったところですこの電源は低ノイズな電源として特には宣伝されていないのでこのくらいのノイズまリプルですね出てしまいます標準的な値かと思いますこのスイッチングリプルとノイズが乗った電圧を負荷に供給すると供給された側はこの影響をもろに受けるわけです 次は超低ノイズ電源を見てみます。はい。先ほどの測定のときと表示しているレンジは同じなのですが、ノイズはかなり小さくなっていますね。ほとんどわかりません。ちょっと縦軸を拡大していきます。はい。こういうふうに拡大していくとようやくノイズとリプルの成分が見えてきました。この振幅方向が暴れているんですけど、これはですね、こういうふうに時間軸を 縮小していくとよく見てみると、電源周波数の2倍100ヘルツのリプル成分が見えています。スイッチング電源では取り除けないような低周波の成分は残ってしまうんですね。スイッチング電源の制御でこのリプル成分を取り除くというのは結構難しいです。 電源周波数の時間軸に合わせた出力電圧のリプルについて実行値は大体700マイクロボルト程度ピークピークは4ミリボルト程度といったところですスイッチング周波数の時間軸レンジに合わせると実行値は大体200マイクロボルト程度そしてピークピークは1.4ミリボルトとなっていますなかなかいいですね次は今回の主役極超低ノイズ電源ですいきます お電源を入れる前とほとんど変わってないですね振幅を拡大していきますお非常にノイズは小さいです測定するときに振幅を拡大していくと普段使っているワイヤレスマイクから出ている電波を拾ってしまいますこれが電源切った状態電源を入れるとはい、めちゃくちゃ電波拾ってますね このマイク自体を離せばそこまで影響はないのですけどもやっぱりある程度は影響するのでこの測定についてはピンマイクでやることにします今回電波暗室の中で測定していないので環境由来のノイズを結構拾っています今電源は入れていない状態でこの波形が見えています電源を入れるとこのような波形が表示されるのですが入れる前後であまりですね波形の違いがないんですねなかなか難しい測定になっています 先ほどの超低ノイズ電源で見えていた電源周波数付近でのリプルはこちらですとほとんど見えていません今見えているうねりのような波形がありますけどもこれもやっぱり環境由来の波形なんですね電源を切るとこのようにうねりが残ったままになっていますこれを消すのはなかなか難しいですね時間軸を電源周波数に合わせた時のリプル電圧の実行値は1 3 0マイクロボルト程度ピークピークですと 1> 1. 程度ですね、ちょっと標準の仕方を変えてヒストグラムで映すようにしました、まあ、リプル電圧の実行値はだいたい120マイクロボルトかなといったところですピークピークですとだいたい1.3ミリボルトくらいかなといったところですね他のノイズについても見ていきますまずは雑音端子電圧です これについては設備がないのでダイトロンから提供されたノイズグラフを紹介しますまずはこちら一般的なスイッチング電源ですが規格内に収まるようになっていますですけどもやはりある程度の雑音端子電圧は出ていますこちらは他社のリニア電源さすがはリニア電源といったところで雑音端子電圧はほとんどありませんかなりフラットな特性です ダイトロンの超低ノイズ電源については 150kHz から 200kHz 付近でピークが立っていますそれよりも高い周波数についてはリニア電源と同様にピークなどは立っていませんソフトスイッチングやノイズフィルター含めた回路作りのおかげでしょうかごく超低ノイズ電源についても同じです 150kHz200kHz でのピークは立っていますがそれよりも高い周波数についてはリニア電源と同様です詳しく見たい方は一時停止してみてください 雑音電解強度についてはリニア電源とほぼ同じといったところですただリニア電源にはないピークが超低ノイズごく超低ノイズともに立っています出力コモンモード電流についてはリニア電源とごく超低ノイズ電源についてはほとんど同じです超低ノイズについては若干のコモンモード電流が流れていますが一般的なスイッチング電源などと比べるとかなり小さくなっています効率測定も行いました 極超低ノイズ電源について最高効率は80%となっています一般的なスイッチング電源の効率が80%台後半から90%台前半であることを考えると若干ひつめの効率になっていますこれれは内部に使われる回路が原因となっていまますす後で確認しますそれでもリニア電源と比べると大幅に高効率といってよいでしょうリニア電源は大体いい50%とか60%くらいで動いていることが多いですからね こういった低ノイズ性能を活かしてどういったところで使えるかなんですけども一般的に電源電圧にノイズが乗っても問題ないようなところでしたらよくあるスイッチング電源を使った方がいいです使う必要のないところに低ノイズ電源を使ってもコストが高くなるだけなのでただアプリケーションによっては電源が低ノイズであることが要求されるものもあります例えば電子顕微鏡であったり信号増幅精密制御の部分で低ノイズ電源が使われています 電子顕微鏡の例が一番わかりやすいです電子銃から出てきた電子ビームの太さを変えたりあとは方向を変えたりするのにレンズであったり電極が使われますそこへの電源供給にこういった超低ノイズ電源が使われていますこういった電子ビームの制御なんかは半導体の製造装置なんかでもやられています結構応用範囲は広いんですね実際の比較がこちらです左が一般的なスイッチング電源を使ったもの右がダイトロンの超低ノイズ電源を使ったものです 供給する電圧や電流にリプルやノイズが出るとどうしてもぼやけたような画像になってしまいますただスイッチング電源でも低ノイズなものを使用することで鮮明な画像となりますリニア電源を使っていたところでもこういったスイッチング電源が使えるということです それ以外にも信号増幅をする回路の電源として使うのがやっぱり王道ですよね。オペアンプに電源を供給するわけですけども、この電源にですね、ノイズが乗っていると、やっぱりそのノイズが出力の信号にまで乗って、それが増幅されてしまうこともあります。そういった場合はですね、電源から低ノイズにしてあげるといいです。 あとは精密な位置制御ですね例えばガルバのスキャナーなんかですと超精密な位置制御をする場合電源にも低ノイズ性が求められることがありますどこに使う電源かっていうとこのモーターを回すために使う電源です低ノイズ電源を使うと電源ノイズの影響をほぼゼロにできるわけです 電源から発生しているノイズに困っている電源から出ているノイズが影響して思ったほど性能が出ないリニアレギュレーターを使いたいのだけど装置の都合上でスペースが取れない場合そんな場合はですねこちらの超低ノイズ電源ごく超低ノイズ電源検討してみてくださいあとは現状使っているるリニア電源がディスコンになる場合もありますこれまで見てきた通りディスコンになったリニア電源からの置き換えなんかにも十分使える性能を持っています 今回は産業分野で使われるようなアプリケーションを紹介してきましたが、ここ最近、オーディオ関連の分野でも注目されています。オリオスペックから発売されているオーディオ用低ノイズ直流電源にもダイトロンの技術が使われています。リニアレギュレーターを使った電源と比べても遜色ない性能を発揮しているので、ぜひ一度検討してみてください。 これから分解に入っていきます一見動画の本編開始です中身にどういった回路が使われているのかそしてどうやって低ノイズを実現しているのかを見ていきます今回は極超低ノイズ電源 RFS50A について見ていきます ダイトロンの担当者と話しましたが、ノイズを発生させない設計思想を取り入れているとのことです。まあ、電源のよくあるノイズ対策ですと、現状出ているノイズについて、フェライトコアやキャパシタなどのノイズ対策部品を追加して、後から対処療法的に対応することもあります。ですけども、こちらの電源はノイズ源自体をなくすということを意識して作っています。臭いものに蓋をするのではなくて、臭いもの自体を発生させないようにしているわけです。 こちらに電源の構成をブロックで書いてみました今回特に一次側の回路が重要です二次側の回路は省略しています回路構成は結構シンプルです LC の入力フィルターダイオードの全波整流回路力率保証回路シリーズレギュレーターそして LLC コンバーターです これを見てみると、スイッチング電源とシリーズレギュレーターを組み合わせて使っています。低ノイズの性能を引き出している重要な部分はこのシリーズレギュレーター、そして LLC コンバーターです。LLC コンバーターの LC 共振を利用したソフトスイッチングができます。このソフトスイッチングにより低ノイズな電力変換を実現しています。ただ、LLC コンバーターだけでは電源周波数、今回ですと 50Hz 付近の低周波のリプル除去はできません。このため、 PFC 回路と LLC コンバーターの間にシリーズレギュレーターを入れることで電源周波数付近のリプル成分を除去しています。実際の動作波形を見ていきます。左にある黄色の波形は電源への入力電流。赤色の波形は PFC 回路の出力電圧。青色の波形はシリーズレギュレーターを通った後の電圧です。 この矢印の部分で PFC 回路が動作し始めて、元々 140V 程度だった直流電圧を 400V まで昇圧します。昇圧が完了した後、波形の様子が変わっていますが、この矢印のタイミングで LLC コンバーターが動作し始めます。LLC コンバーターが動作し始めると、電源の2倍の周波数のリプル成分が PFC 回路の出力コンデンサーに出てきます。これは原理上発生するものです。 超低ノイズ電源はシリーズレギュレーターは入っていなかったので出力電圧波形に電源周波数の2倍のリプル成分が残っていました。ごく超低ノイズ電源ではこのリプル電圧を消すためにシリーズレギュレーターが入っています。実際拡大波形を見てみると PFC 回路のすぐ後はリプル電圧が残っていますがシリーズレギュレーターを通った後はリプル電圧を除去できています。 このような動作をすることで電源の2倍のリプル成分を除去。そして LLC コンバーターでソフトスイッチングをすることでスイッチングリプルを減らして低ノイズ性能を実現しているわけです。 ちなみに LLC コンバーターは動作範囲が結構狭いので最適な動作点で動作させ続けることが結構難しかったりします。今回 LLC コンバーターに入ってくる直流電圧を調整したりして動作範囲を確認しているか確認しましたが特にそのようなことはやっていませんでした。ほぼ 400V と一定です。 というわけでダイトロンの超低ノイズ電源をレビューしてきました。スイッチング電源なのにリニア電源とほぼ同等の低ノイズ性能を持っているというなかなか面白い電源です。 回路構成を見てきましたが LLC コンバーターを利用してスイッチングノイズを極限まで減らすことそしてリニアレギュレーターを使用して低周波のリプル成分を減らすといった工夫がされていました最後になりますがこんなことで困ってる人是非こちら検討してみてください1つ目電源から出ているノイズに困っている2つ目電源から出ているノイズが原因で回路自体の性能が出ない3つ目リニアレギュレーターを使いたいのだけどスペースの都合上入りきらないまたは現在使っている リリニアレレギューータががディスコンンにになっったたそういった方ですす概要欄にもリンクがありますというわけで、もしこの動画が役に立ちましたらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。一見の公式 LINE もやっています。セール情報など配信していますので、ぜひ友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すれば、その後は再生され続けて、動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。 それではご連絡おお待ちしております一軒が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です詳しくは概要欄から。